当チャンネルにご来場いただき誠にありがとうございます。当チャンネルではコアなビーズを中心にトークを行います。お気軽にコメントくださいね。それでは間もなく開演となります。ビーズのトークジムにようこそ。というわけで、ビーズ専門家室のあずしです。今日はねまとめて動画を撮ってる最中なんですけども、なんかねニュース見てると今日沖縄のコロナの感染者がなんか600人超えそうだというところでね、みんなが心配しているのは今年のビーズのツアー、特に今回沖縄も挟んでるんで無事できるのかどうか、まあ、こればっかりはね感染状況によるかなって思うんですけども、僕らにできることとしては、まあ、少しでも感染をね広がりを抑えることぐらいしかできないんでね、一人一人がそういう気持ちを持って、やっていくしかないのかなと思います。まあ、ツイッターにも書きましたけど、本当にねライブジム2022がね、最初から最後まで無事にね完成できることを心から願っております。というわけでね、今日の動画のテーマはさっきの話と全く関係ないんですけど、前ね好きなメロディーみたいな、動画を作ったんですけども、今日はサビではなくて A メロで、僕の好きなメロディーと言いますか、まあ、ちょいちょいこう口ずさんでしまう、メロディーをね、ベスト5用意させていただきましたんで、ぜひ最後まで聴いていただければと思います。そして、チャンネル登録もいただければ、すごく励みになりますので、どうか一つよろしくお願いします。それじゃあ行ってみましょう。第5位、あれはオフザロックかな、セーフティーラブ。これ本当にね2017年のイン・ユア・タウンで久しぶりに演奏されましたけど、すごくおしゃれな曲ですよね。ちょっと A メロいきますね。21のバースデー、二人きりになって、君と奪うのは一人じゃないみたい、とびきりのメインディッシュ楽しむ前に済ませてきたの、どこかで思う。なんかねこうちょいちょいね車の中で僕はこれ鼻歌で歌ってるんですよね。いいですねこの曲ねおしゃれ。まあ、ビーズで誕生日を、祝う歌ってハッピーバースデーという曲があるんですけどね、実は僕はこの曲の方がハッピーバースデーっぽいなと思ってます。もうよかったらたまには聴いてくださいね。第4位、これは結構人気曲ですね、セブンスブルースから赤い川。これの歌詞がですね、A メロがですね、今何時だろう、どうでもいいけれど、長い橋の上に一人座ったまま固まりそうっていうね。なんかね僕はねその楽器をやらないからコードのこととかわかんないんですけど、こうなんか流れるようにこの曲歌いやすいんですよね。まあ、サビはね結構キーが高いんでなかなかカラオケだと難しいかもしれないけど、でこの曲2018年のライブダイナソーで久しぶりに演奏されましたね。でこの曲のイントロがかかった瞬間にもう会場中はすごい歓声に包まれてました。まあ、そんぐらいね人気の高い曲なんでね、ぜひ聴く機会があれば、サブスクで簡単に聴けるんで聴いてみてください。第3位、In the Life から Tonight is the Night。 まあ、これはねここ最近のライブだとよく演奏もされてるし、あれかライブフレンズのねオーラスもこの曲語ってましたね。まあ、この曲も本当おしゃれでね、都会の夜を連想させるような曲にはなるんですけどね。弾けるように抱き合おう、語り手とは手作りラブサイン、君と過ごす以外に今夜何ができる、揺れてお酔いで Tonight the nightかっこいいというかね、これもなんかちょっとこうジャジーな雰囲気もあったりして、割とね大人になればなるほどねこのメロディーが好きって方もね、結構多いのではないでしょうか。それじゃあ第2位、アルバムダイナソーからジャンプ。これはねまあ、セブンイレブンの、CM でかかってた歌なんですけども、まあ、この曲シングルでも十分いけたんじゃないかっていうね、レベルの曲にはなるんですけどね。これもねそのダイナソーツアー以来もうライブでやってないんで、またねそれこそ今年のライブジムでもね
やってくれてありがたいなと思います。 A メロがね、なんかこう高速道路を突っ走ってるようなねイメージなんですけどね。バックミラーはいらない、振り向くつもりもない、ヘッドライトが照らす謎めく美しい闇。いいですね。なんですかね、これ多分そのコードで言ったらマイナーコードになるのかな。このね、マイナーコードを歌ってる時のやっぱビーズの歌ってね、やっぱ渋いのが多いんですよね。で、チャンプはね、その疾走感もあるんですけど、このマイナーコードの、A メロのおかげで、より疾走感がね、出るというか、疾走感が出るし、何よりもね、その曲の雰囲気がね、めちゃめちゃ良くなるんですよね。個人的な主観ですけどね。いいですね、またチャンプ聴きたいですね。というわけで、第1位。これはシングル扱いになるのかな？発売されてないから違うのかな？君となら。この曲は確か「べしゃり暮らし」っていうドラマのね、タイアップだったかな。もともとはそのホールラッタニューラブツアーの客出し曲で使われてたのが、途中でね、もうそのセトリに組み込まれるようになって演奏されてるっていう感じだったんですけどね。初めて聴いた時から A メロがかっこいいなと思ってました。ああ、これ近年の中ではすごくキャッチャーなメロディーだなーと思ってね。ここですね。哀れみとか強がりもいらない、僕らはきっと離れられないだろう。この部分がね、すごくね、なんかね、もう哀愁があってかっこいいというかね。でサビはね、めちゃめちゃ明るいのに、この A メロ、B メロは結構暗いんですよ、この曲。それがね、またね、サビを光らせるためにすごくいい感じになってるんじゃないかなと個人的には思ってます。この手の曲はね、まあ、ビーズにもたくさんあるんでね、またいつかこういうコーナーができた時にまたご紹介させていただきたいなと思います。いいですね、君とならまたライブでこれも聴きたいですね。なんかこの手の曲はなかなか演奏される機会がないと、どうしても僕勝手に思い込みでね、多分下手したら一生ライブで演奏されないかもなってちょっと思ったりするんですけどね。というわけで、今日はね、僕の好きな、A メロ特集、マニアックっすね。サビじゃないんかいっていうね、ツッコミが聞こえてきそうですけども、たまにはね、こういうマニアックな件もいいんじゃないでしょうか。皆さんもね、こう好きなメロディーとかあるんだったら、ぜひね、こうコメント欄に書き込んでもらったらありがたいです。やっぱりビーズっていいっすね。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。